天学駅前ご通行中の皆様、私は参院選東京選挙区に立候補しております福沢良一と申します。私は NHK をスクラップルにしろということで4回ほどデモをやってまいりましたが、どちらのデモにも300人ほど人が集まってくれましたが、NHK をはじめ民放テレビ局も全部報道しませんでした。5人ぐらいで集まってですね、君が代を歌わないみたいな、そういう集会は全国放送するくせに300人ぐらい集まった NHK をスクランブルにしろ、お金を払わない人は見れないことにしろ、こういうデモは決してテレビが報道いたしません。民放はですね、利益団体ですから、中立でも公平でも何でもないというのは分かるんですけれども、皆様の受信料で放送を継続している NHK が自分に都合の悪いスクランブルデモは決して報道しないというのはおかしいと思います。何が公共放送なんでしょうか。どうしてそれで公共放送を名乗れるんでしょうか。NHK の視聴率のライバルであるはずの民放も NHK に都合の悪いデモは一切報道しない。これはテレビ業界というのは民放キー局5局ありがとうございます、あと NHK の6人しか村人がいない仲良しテレビ村だからであります。仲良しテレビ村の人間たちは互いにかばい合い、お互いに不都合なことを放送いたしません。その証拠が NHK スクランブルでも放送しない、古くはフジテレビ抗議でもなんていうものもありましたけれども、あれには1万人も群衆が抗議のために集まったのに、 NHK をはじめ民放はどこも報道せずなかったことにいたしました。参加者としてですね、非常に悔しい思いしたのをよく覚えております。あれから11年経っておりますが、テレビ局の隠蔽体質、自分に都合の悪いことは放送しない体質が全く変わっておりません。むしろ広くなっております。テレビ局はお互いにお互いをかばい合う仲良しテレビ村の住人で、多くの人にテレビ局の不都合なことを知らせません。テレビでやっていることが世の中の全てではないのです。むしろテレビが放送しないことの方が多いのです。テレビ朝日がこの度ですね、テレビを消せば家庭の電力の 8% を節電できるということを隠して放送いたしました。テレビ消せば家庭で消費する電力の 8% が節約できます。皆様、テレビを消してエアコンを使いましょう。テレビ見なくても死にませんが、エアコンを使わなければ命の危険があります。
テレビを消してエアコンをつける、これが賢い日本人の行動であります。テレビはテレビを消して節電しようとは決して言いません。スポンサー関係ない NHK からしてもそうであります。自称公共放送を名乗るんであれば NHK こそ率先してテレビを消して節電しましょう、呼びかけるべきではありませんか。このようにテレビが放送しないことの方が真実に近い世の中になっております。皆様テレビを消して節電しましょう。エアコンは普通に使ってください。自分の健康はご自分で守りましょう。よろしくお願いいたします。